プライベートアイ、探偵ですから。おっす、オラゴク、なんだかよくわかんねえがワクワクするぞということで、めちゃ強くね、アムロさん。やばいっす。アムロさんが半端じゃないっていう。やっぱね、全ステアップっていうのがね、もう、半端じゃねえ。もう半端じゃねえしか言えないぐらい半端じゃねえ。はい。アムロさんね。これとりあえずワンパン、光ねえ。光ねえ、銀地を張って、突破していきたいところ、ということで、銀地を。パート、あーまあ5個作るんだったら、おー、イッシェッツ。忘れモードにしようかな。多分今、ちょっとね、愛しのあの子から LINE が返ってくるかもしれないんでね。童貞です。はい、ということで、突破していく。とりあえず回復力も高いから、これで、五右衛門さんさようなら、おー。まあ一応エンハンスじゃねえわ。遅延あるし、なんとかなるか。水、どうかな、いけなくないんじゃないかなって思うんですけどね。これで無理だったら普通に遅延かけよう。もうこれ、こうするしかないか。もう2コンボぐらい欲しいな。オッケーオッケーオッケー。ワーク、これワンチャンある、ワンチャンある。いけ！あ、無理っすね。いや、ここでエンハンス使わされるのはちょっと。まあ、とりあえずこんなもんで。まあ、エンハンス使えば多分普通にワンパンできる。いやー、ちょっと想定外だな、これは。なんか、パールボレーとか出てきたら。しかも、覚醒向こうここで来るんですね。先制攻撃ないんで、もう普通に突破していきましょう。あんまり耐久長いこともしてらんないので。いや、これ回復落ち込を願う。回復落ち込を願う。音を願う。頼むよ。オッケー、何もないところから降ってくる。飛ばしていく。もうコンボ強化詰め。わざわざヒコもこっちにしたからね。あ、オッケーオッケー。追加攻撃あるし、大丈夫。この次は、とりあえずまあ、何姫が出ても大丈夫かなって感じで。まあこんなもんでいいかな。光を、うん、3個。覚醒向こう、でもいっか、なんでもいい気がするな。覚醒向こうだ。覚醒向こう解除はね、ちょっと最近入れないスタイルなんだよね。とりあえずここは色をね、できれば根性取りたいところでございますが、まあ無理でしょう。根性取れたらすげえな、これ。うん、最大倍率。うん、きついね。これ、楽趣味が良かったな、あの、かぐつしフロア。楽趣味だったら、普通に楽々、うわ、水そっちか。楽々突破できたんだけど。OK、耐久性能がまた高いからね、これが。とりあえず、覚醒無効解除した後は、戦闘解除した後どうすかな。こいつの根性な、どうにかしなきゃいけない。うん、爆弾操作時間11秒、覚醒無効でなお11秒。もうどんだけ薄のロパズルしても間に合う。はいはいはい、とりあえず覚醒無効治る。さあ、こっからどうしますかっていう話。一応追加攻撃組んで全力パズル。多分無理。普通に無理だと思う。これは分けた方がいいやつですね。こうか。ちょっと木がつながっちゃったけど。どうすかね。髪切らないんでね、あんま。
あー根性取れそう、攻撃力アップ。どうやって分割するんですか。とりあえずちょっと様子見で。オッケー、これで根性取れないかな。おー取れた、ナイス。でどうしよう、これ調整できるか、難しくね、調整するのは。こっから銀地、いやーむずいぞ。もうちょっと確実に削りたい。いやでもあんまり削りすぎるとな、変なところで止まりそう、この体力だと。んー、もう無理もう無理だから、ここで決めないとやばいので。どうすかな、これプライベートアイの方が良かったね。一旦貯めようか、一旦もらいましょう。一回もらいます、攻撃。あぶね、いったお前痛すぎるわ。プライベートアイは、お邪魔ドロップを、なるほど、光に、闇、光と闇生成ね。コットンにしよっかな、ここは。コットンで、火ドロップを光にして、闇ドロップを回復にする。回復をね、しっかりしていかないと、次、リファイブが出た時に無理なので。コットンか。イデアル。ロック解除がないからな。属性吸収無効はこの先使わないと思うけど。コットンかな ?11 ターン、残り11。光メタが出たら覚醒無効が来るけど、まあでも一旦なので耐えれるか。コッツン打つか、落ち込んなくなっちゃうけど。落ち込んなくなっちゃうけど、頑張っていってもらいましょう。ほい。ちょっとここ、薄のろパズルで真剣にやります。よし、こんなもんで頑張ってね。 OK、 回復力足りてる。よーし、そういうこと。エンハンスがやべえっすね。13か、ユル6、これ耐久しようかな。ちょっとよし、そしたら全員スキルが溜まりましたので、ここら辺突破していきたいと思います。よし、まあこんなもんでいいっしょ。うん、 OK。よーし、待って、銀地を張ってない。待って、ミスった。ヘラのことめっちゃ忘れてたわ。なんかもう次メタトロンだと思ってた。いやーごめんなさい。もう新王妃出たら謝ります。ごめんなさい。よかったー。マジでよかった。マジで忘れた、今の。素で忘れてたもん。うわ、めっちゃメタトロンだと思ってた。メタトロンじゃなかった。はい。大丈夫かな、ワンパンいけるかな。最大倍出てないけど。無理やんきー。これね、コンボ吸収が来るからね、めんどくさいっすよね。光の落ち込ん来てちょうだい。もう本当にナイス。倒していけないんかい。倒していけないんかい。なんでやし。なんで倒せんのし。なんかそこじゃねえんだよな、キドロップ。もう一コンボー来ないのねー。ウルズフィーバー来るって危ねえよ。コンボ加算、コンボ加算がねえか。これ銀地を打とうかな。もうサマソ打つか、サマソ一発打つか、どっちでも一緒やな。これ打とう。でもなんかミスってここで死ぬのは勘弁していただきたいので。でも盤面良かったな。オッケー、まあ念のためのサマソね。倒したね。オッケー、メタトロンはできれば闇がいいね、これは。よしよし、オッケー。一応エンハンス使います。ロック解除欲しいな。サマソ打つか。サマソ打ちまーす。で、とりあえずロックドロップをもう全部取るぐらいの勢いで。
あんまりコンボするともしかしたら普通に削り切っちゃうかもしんない。あー大丈夫大丈夫、 OK。 光がこんだけか。どうしようかな。きっと未来にがつながりそう。きっと未来につなげたらカーリの発狂とか受けれんのかな。まあいいや、ちょっといらない色を消します。そしたら火いらない、火いらない、もうなんか闇もいい、光ドロップがいらねえよな。あーこれ消してる、やっちんちんじゃん。よしと、もう一旦ね、もう一旦もらいます。よし、とりあえずこれで、よし、これ光が44か、44でまあなんとかなるかな。とりあえず頑張ってみるか。まあ発狂ゾーンは乗り切れると思うので、イノセントシンパシーオメガ使ってもらって、盤面がこれいいのか悪いのか、とりあえずこんなもんでいいかな。本当は両面待ちにしたかった。もう1コンボ、うわー最大倍率が出てないよ。あー抜けるんすね、オッケー。でグラビティワールドで一応カーリーを少し削りまして、念のための銀地を打つか。本当は闇カーリーが良かったな。これ闇カーリーだったらめっちゃ楽だったのに。グラビティワールドドンで、銀地をもドン、多分大丈夫。つか光の数少なくね。よし、こんなもんで頑張ってください。落ち込ん頼む、落ち込んいっぱい。なんか全然降ってこない。あーあんまり火力出ないね、やっぱりどうしても。アージュナ、そしたらば、とりあえず、今じゃねえ今じゃねえんだよ、その落ち込ん。カラマ、ここでだな、ここで倒していきたいね。倒さないとちょっと厳しい。きっと未来につなげとく、一応倒せるかな。ここでエンハンスあったらもう確実ワンパンなんだけど、もう下手に発狂ゾーンで止まっても困るので、頑張ろう。本日3度目、お邪魔の数中途半端すぎ。一応待ちにしとく。待ちになってないっす、それ。待ちになってないっす。頼んだ頼んだ、落ち込んが来ねえ。出た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 、黒の時。1000万以上向こう。1000万以上向こう。負けですか、これは。これされると。頑張ってくれ、頑張れ、いけ、ちょうどよく、ちょうどよく削れ。うわ、よし、これ勝ち確、もう勝ち確みたいなところあるよ。銀千代がちょっとまあ死んでんだけど、エンハンス2枚にしてきました。エンハンス2枚にして、サマソもあるし、オッケー、これでエンハンス1枚打っていこうかな。1枚打って多分この盤面でいけると思うので、よし、もう普通にやっちゃいやしょうよ。スウェイを組んで、落ち込ん1個欲しいな。うわー、もうそうやって最大倍率が出ないから、もう OK、 余裕ですね。闇メタがいいんだ、闇カーリ、もう闇カーリを出して頼むから、闇カーリを出してください。とりあえずグラビティワールドで、銀地用の火力がないので、とりあえずは、まあ、発狂ゾーンを超えてもらって、まあこんなもんでいいでしょう。で今回はエンハンスがもう1枚用意してあります。はい、なのでここから黒の時に入ることはまずない。しかも銀千代が、はい、帰ってくるということで、ここでイノセントシンパシーもう一度構えので、ここで確実に倒していく盤面がいいですね、これはね。非常によし、確実いいね、これはいい。核戦無効解除はもう完全捨てにかかったけど、よし、最後はレイヤー武器で毒でズドンで倒しましょう。
これ2 GP で落ちたら、いやー熱いよっしゃー、セブンザード出んなよマジで、もういらねえわセブンザード。はい、ということで今回はあんな敵でした。ヘラベオーク、そう突破できたんだよ、すごい。動画撮ってないけどなんとか調整できた7コンボジャストで、最後闇になった時セブンザード以外でお願いします。おー、ゼロが出た。これ3体所持かな。はい、ということでバイバイ。